アロフェンはアモルファス、または結晶角の低い水和アルミニウム系酸塩でできた粘土純鉱物である。化学組成は AL2O31.3 から 2H2O である。原子配列が短距離秩序しか持たないために鉱物ではなく純鉱物となり赤外線スペクトルや X 線解説パターンで同定できる。1816年に ドイツ中林源州のグルフェンタール産のものが初めて記載された。アロフェンは火山ガラスや長石が風化、または熱水作用によって変質したものであり、香りナイトと似た素性を持つことがあるが、一般的に AL、SI のモルヒは2である。PH は弱酸から中性である。構造については議論があるが粘土鉱物に似ており、 湾曲したアルミナの8面体とケイ素の4面体の層からできている。透過型電子顕微鏡により直径3から5ナノメートルの球形の隙間があることが示されている。アロフェンは余計素環境ではハロイサイトに脱ケイ素環境ではギブスイシに変質する。銅を含む編集も報告されている。色は白色から緑色、青色、黄色、茶色で。 モースコードは3、空間群は1.0である。ギリシア語で、他に、を意味する、アロスと、現れるを意味する、フェノスという言葉から命名された。ありがとうございます。